皆様、センスを磨け、OBA ディレクターの大藤でございます。ジュンです。花輪です。うちです。なんかしっとりしてる。しっとりしてるね。なんで時期も時期なのね。コメントでも多数いただいておりまして、いただいてますよね。秋冬の我々の気分を知りたいとお声をいただいておりまして、知りたい、本当知りたいのかな。どんな気分なんですか。ありますよね、そういう。全然そうね、知りたいの。ゆうやとじゅんさん、まして僕のなんて誰が知りたいの。いやいや、みんな知りたい。みんな花の方が知りたいよ。逆に知りたい。花の国のメンバー、うん、知りたい、はい、確かに波情報とともに。そういう意味の気分もやっぱり明日どうするんやろうって。花の波気分進行だ。おお、それいいじゃないですか。おー、いやー、視聴回数伸びないでしょうね。いやー、わかんないぞ。1回で終わりか。語呂で言うと、いいたび夢気分と同じ語呂ですからね。そうそう、で俺ら兄貴分のね、俺ら兄貴分かっこいいね。すぐ膝かな。フラットだ。フラットか。フラットか。雨上がったと思ったんだけど。秋の気分ですね。秋の気分。秋から冬にかかるぐらいのってことなのかな。ちょっとまあそのぐらいの。まあこれはもうただただもう語り尽くすっていう、ね、そういう動画ですもんね。はい、あ、つまんなそう。いや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 。全くこっからもう動きないですからね。我々ね。そうそうそう。まあちょっとこういうね。ちょっとこういうな。こうやったりこうやったり。我々がこうやっているブランドはもう早くも秋物はリリース4つぐらいリリースしました、ね、はい、され始めてはいるんですけど、うん、まあそこに気分も乗っかってるっちゃ乗っかってるんですけど、うん、まあ改めてどんな気分でどういうものを見てたり、どういう着こなし方だったりとかをちょっと話していきたいなと思ってはいるんですけど、はい、僕からちょっと先に話をすると、うん、はい、もう圧倒的にセットアップなんですよね。セットアップ気分なんだ。セットアップ、セットアップ言ってもね、ゴルフもまあ言ったらセットアップですからね。どっからその気分、セットアップの気分は来始めたんですか。去年の秋冬ぐらいからなんかちょっと綺麗な大人なみたいなのがちょっとこう自分の中でキーワードで、うん、になっていて、うん、そこからセットアップってすごくいいなっていうのが取っかかりなんじゃないかなと思うんですけど、より強いってこと出すわけだ、スウェットとか、うん、っていうよりも例えば今回の秋冬の自分なりのこう考えとしては、まあ、もちろんスウェットのセットアップっていうものももちろんいいんですけど、それもスポーツの分野においてはスウェットのセットアップってもう定番っちゃ定番じゃないですか。っていうよりは例えばまあジャージのセットアップとかさ、それこそナイロンとかもそうですけど、あと普通にテーラードのセットアップとか、ここからね、かぶりっていうのももちろんいいんですけど、前開きのセットアップっていうのが自分的には結構多いのかなとかって思ったりするですね。40を切ったから前ですね、名実ともに大人になってきてるんじゃない、ちょっとなってきてるのかな。なんかやっぱ仕草もこういうものよりなんか、うん、なんか、うん、増え持ってきたじゃないですか。グレー面じゃないんだから。僕多分ルックとかでよくポケットに手を多分突っ込むじゃない、うん、まあ、結構多分男の人は多いと思うんですけど、うんうん、その時に前開きのジャケットってこうやってこうね、そう、はいはいはい、これかも。そういうところに大人を感じたりとか、うん、品とか色気とか、色気とかね、そういうのを感じてるのかもしれないなっていう、節としてあるね、あるかもしれないですね。あ、分かる分かると思う。あ、本当ですか。うん、ジュンさんもその40っていうところを迎えるにあたって、はい、なんか気持ち的なこう変化ってあったよ。ありましたよね。そぎ落としてったのね、やっぱり。あ、やっぱりそう、うん、あ、そぎ落と。昔だってもうガチャガチャ僕着てたからね。こんな最近だよね。ガチャピンじゃないですか。ガチャピン本当に。柄に次ぐ柄だったもん、ね。柄に次ぐ柄だったっすよ。だから緑好きなんだ。そういうことなんだ。それを置いといてだ。いやでも本当どんどん年を重ねると、いや本当にそぎ落とされていくというか、そぎ落とされて、だから年を重ねてった分、うん、レイヤードはしなくていいっていう。いや本当にそうですね。どんだけ重ねてきたんだ。はい、いいね、うまかったよね今のは。そう、はい、年をレイヤードしてった分、洋服ではその重ねる必要がなくなってった。なるほどね、うん、いいですね。ありがとうございます。男ってやっぱこう仕事に結構こう注ぐっていう、まあそういう時期でもあるじゃない。そうですね。時間とか
考えるっていうこととか、うん、それ全部含めて効率よく生きたいとか無駄をなくして生きたいみたいなそういう考えが結構大きくなってきてるかもしれなくて、手数少なく、そうなんですよ、うん、それを考えるとやっぱセットアップって、うん、それでこうもう成立するもんね、成立するじゃないですか、うん、楽っていうのがでもかっこよくいたいとか、はいはい、そういうことがつながってんのかな、うん、30歳とか20歳の時は何でもかんでも、そう何でもかんでもなんですよ、うん、それが変わってきたかなっていう、だから多分これを見ていただいている方々は多分40代の方メインじゃないですか、そうですね、ようやく大藤もここまで来たかって思ってくださってるんじゃないかなと、こっちの領域みたいな、はい、まあこれからの気分って感じなのかもしれないですけど今話してるのは、うん、この24年を皮切りに結構自分的にそういう感じになってきたぞっていうのはすごくあるんで、今39でしょ、39だから多分いよいよですよね、あとはやっぱり上質なもの、そこですよね、まあそこはまあ変わんない、ね、変わらないですけど、よりなんかいいものが上質でもないじゃん、そうなんですよね、まあ、そうですね、そうですね、そう、はい、高級なものはいいとは限らないし、うん、ブランドものがいいとも限らない、もちろんだその今までいろんなものを見た選球眼で本当にいいとされるものを、はい、そうですね、今すごいこう横で見てて選球眼が冴えまくってるじゃない、うん、なんか自分的に生地選びはカミングアウトしてる、カミングアウトしてる、まあそう好きなんですよね多分、うん、多分そういうのもあってこの秋冬で一番自分がテーマになるんじゃないかなって思ってるところかな、うん、他のブランドを見ても一つのそういうなんかグラフィックっていうよりも見えないディティールっていうところの方が自分的にはこうくすぐられるっていうか、うん、なるほどね、まあ、生地だったり、はい、そういったところが自分の多分今の秋冬の気分だしテーマになるんじゃないかなと思ってますけど、色とか足元は、うん、色はね、まあ引き続きブラックっていうのはもう軸にあるから、うん、24年圧倒的にブラウンなんですよ僕は、うん、ベージュからブラウンのそのスケールで、はい、そのスケールっていうのが結構気分かな、変わらずね、変わらず、ね、ブラックとベージュとかブラックとブラウンとか、うん、なんかそういうのがすごいなんかくすぐられるっすね、年を重ねてきたから、ね、そうだと思う、今まで気にして色もあれみたいな、グリーンとか、そうだよね、本当にグリーン前からグリーンっていうかカーキだからブラウンはもう本当に今まで全然着てこなかったっすよ、あ、そうイメージにはあるけど、ね、あります、あるよ、ベージュとかね、そうベージュはあるんですよ、ブラウンは全然そのまだまだ着れない領域だなと思ってたんですよ、ですちょっとこう着れるんじゃないかなみたいな、取り入れるようには無意識に多分してるんですね、横にいると今のトークが分かる分かるっていう、あ、そうですか、確かに確かに、引き続きコレクションは見てますし、でもなんかコレクションを見るよりは人を見るようになったっすね、あ、名言出ました、歩いてる街中の人とか外国の人が東京多いんで、すっごいかっこいい人ってあんまりいないっちゃいないですか、ね、たまにいるよね、わ、本当にたまにいる、まあ、たまにいるよね、あ、でもたまにこの間すれ違った人はすっごいかっこよかった、そう、鏡に映ってる自分じゃないのそれそう、悪いよいやいやあれ、ジュンさんとすれ違ったんじゃないか、一緒にいたよね、いましたね、ちょっとアジア系の女性と2人で歩いてた白人の50代ぐらいの人かな、はい、まあ、ちょっとストリートっぽい感じの格好なんですけど、そぎ落とされてるんですよ、ね、ずるいんだよね、もうドシップルなんですけど、どこの着てるか分かんない、分かんないですけど、かっこいいね、めちゃくちゃかっこよかった、そういうことだよね、そういうことなんですよ、雰囲気でもってきたいから、ね、はい、僕はなんかそういう感じの24年の秋冬、こういう気分というかそういうところを見てるよって、ね、はい、感じてるかなっていうところですね。金井くん、そうですね、ジュンさんは最後、確かにね、ちょっと教えてくれる、あ、確かに金井くん、金井くんちょっと聞いてみたいよね、金井って結構未知じゃん、なんか未知だよね、ただの海の小僧じゃんいや、そうなんですよ、でもイメージは洋服は好きじゃない、うん、まあまあもちろん好きですよ、あんまりこうそこをちょっとフォーカスして、多分みんな聞いてなかったし、確かに確かに、多分視聴者の方もただのサーファーが入ってたいやいやいや、でも本当そんなもんそんぐらいのもう多分フッチがそうしか言わないから、もう波乗り小僧みたいにしか言わないから35なんだよね、そう、うん、
気分っていうか、好きなもんっていうかね、あの、まあ、もう今言った通り35、ゆうやさんは40を前にして、うん、僕も35ってところで、まあ、一つ男として35も節目っちゃ節目かなって、ね、節目ですよ、節目、はい、前職でもう本当海の目の前のお店の店長やらせてもらってたっていうのもあって、うん、まあ、その場所に馴染むような海を感じるようなスタイルとか、やっぱそれなりに意識はしていろいろ服選んでたんですけど、うん、まあ、35で仕事も変えて今は渋谷に通い、うん、はい、まあ、ちゃんと街に馴染むような、やっぱりちょっとクリーンで大人なスタイルはちゃんとするようにしたいなっていう気持ちはあります。うん、似てくるとは思うんですけど、ただとは言ってもまだ35ってところで、うん、あのちょうど大人にちゃんとしていかなきゃなって迷ってる人も多い年だと思うんですよ。そうだね、35年から35ぐらいって、ね、はね、一気に背伸びしすぎても、でもやっぱ多少は背伸びしたいし、うん、ってところで、まあ、その辺うまくつきながらいろいろ試していきたいなとは思ってますけどね、うん、ある程度自分のベースはちょっとでき始めてきてるけど、40に向けてこれが自分だっていうところをあと5年かけて作り上げていくみたいな、そういう、そういうのもありますね。そうよね。好きな色とかあんの？色は、でも僕もともとそんなに黒って本当は着てこなかったんですよ。ね、なんか黒いもん、ね、顔黒いし。黒いからもう取り入れる必要ないんだもんね。結構ミリタリー系とか結構好きなんで。好きなオリーブとか。そうだよね。ジュンさんちょっとそこは近いところもあるんですけど。そうだよね。すごいのよ。はい、その辺はしっかり入れつつも、うん、今期のそのデイドリームでこれから出てくるであろう色物だったりはうまく取り入れたいなと思うんですけど。うんうんうん、あとはまあ海に行くとき、サーフィン行くとき、うん、その時も本当に楽でサーファーっぽい格好は選ばずに、うん、やっぱ海行くときもちゃんとおしゃれしたいなと思いますね。それはね、はい、もうかっこいい。ずっと言われ続けてきてた、もうこの方に。あ、そういうことね。確かサーフィン一緒に連れてってもらったその時から、いや、サーファーっていう格好はないからねと言ってました。ジュンさんそれを常に示してきました僕に。もうずっとじゃないですか。もう何年間一緒に何回行ったか分かんないですけど、普通に海行く時もマノロのブーツ履いてきますもんね。この人は。そうですね。そこまで楽しんでますよね。もう身に染みついちゃってんだね。そう、そのルーティーンが。うん、海行くからこの靴とこの格好っていいやっていうの多分ないじゃないですか。ないね。うん。だからそれをもう要はなくしていくってことだよね。そうですね。だから本当動きやすいからこれでいいや、汚れていいからこれでいいやとか、そういうのはなくして、うん、はい、まあ、もちろんその中でもいろいろあると思うんですけど、ただどこに行って誰に会っても恥ずかしくないようなスタイルみたいなのを、うん、はい、ちゃんと確立していきたいなとは思います、うん、はいはいはい、なんか大人なね、重要な5年間に差し掛かったってということですね。なんか革靴欲しいですね。なんか本当スニーカーばっかなんで、そういう気分だね。夏サンダルのいやスニーカーばっかりなんで、まだ早いから、それは早いんですか。許可出てませんね。ディレクターの許可降りてます。まずその辺は相談して、はい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 、なんかあったらいいかなと思います、はい、じゃあ、カーベ僕はカーヒです毎年一緒じゃないんだよ、今年なんだよ、カーベ半年ぐらいしか言ってないんだけど、いい加減やめてくださいっつって、グリーンの色見るともうカーベカラーみたいになっちゃってるし、ね、送られてくんだもん、緑のポルシェとか送られてくるカーキーも流れないですね。秋冬でしょ、うん、今年の流れみたいな今の話とか聞いてると、はいはいはい、ヒントとかで、まあ、自分の気分とか辿ってきた今まで今話聞きながらぐるぐる回っていくと、自分リバイバルだね。自分リバイバルだそうです。自分がなんか洋服好きになって、まあ、中学ぐらいで多分好きになって、いろんな、まあ、こうスケボーやったりとか、はい、原宿しがみついてとか、サッカーマジでやってたから、はいはいはい、その合間縫ってねとか、うん、買い物出かけて雑誌読み漁って、はい、で大学行ってあだこうで、うん、でスーツ好きでとか、でロンハーマンさん入って、はい、あだこうだとかやってきて、いろんなガチャガチャ洋服してきたのもいろんなのを含めると、なんかやっぱ色濃く残ってるのって、うん、まあ、今の流れが、ね、90年代だからっていうわけじゃないんだけど、はい、自分が通ってきた洋服のアップデートみたいな、うん、感じの気分なのよ。はいはいはい、だからそれをあの当時みたいにもちろん合わせるんじゃなくて、うん、今の43の自分だったらこう合わせるとか、こういう素材を着たいとか、はいはい、あ、なんかこう今まで敬遠してたオンブレのチェックもなんか逆にありだなとか、アイテムしかり柄しかり、まあ、もう生地もそうだし、うん、なんかそういうのもひっくるめて、うん、なんかこう自分が通ってきたルーツを今ほらカジャなんかもやらせてもらってるんで、そうですね、まあ、そこも出てますよね。少しこう乗せてみたりとか、うん、日常の洋服のスタイリングに落とし込んだりとか、うん、基本はもうシンプルなんですけど、はい、帯なんか僕にとってはすごくパーソナルなブランドになってる
ると思うんですけど、気分のものばっかり秋冬もね楽しみでしょうがないんだけど、スッと入ってくるし、そんな気持ちですよね、うん、でその中に自分のこう色、はい、気分な色っていうのがカラキとかオリーブとか黒によく合うっていうところでオリーブと、あとまあブルーとか、ブルーも好きだね、うん、好きだね。だそういうのこう落ち着いた43のおっさんがスタイリング組んだり羽織るんだったらこの感じとか、うん、あとねキーカラーというか自分の中でこっから置いてるのはネイビーなんですよ、うん、なんかね黒のスーツは着れるのに、はい、ネイビーのスーツはまだ着れないんだよね。ああ、なるほどね。ネイビーのスーツって着れるんや、着れないだろ、なんか着れねえだろ、コンサルとか不動産みたいなイメージがすごいですよね。またちょっと違うドレスの、うん、ね、コンサルやってますみたいな、まあ、若い男の子が着てるイメージ、うん、そうそうそう、明るいネイビーもそうですけどちょっとこう重たい、わかりますね、色気のあるネイビーとかをさらっと着れるように、うん、ちょっと今一回背伸びしてかっこよくねこうドレス着れるようなおっさんになっていきたいなっていう欲が今こう、だちょっとキーカラーは大人が着るネイビー。それってなんか白髪交じりになってくると、そうだね、よりやっぱりこうネイビーっていうのがあるのかな。いや、あるあるないんだな。やっぱおじさんじゃん、純さん。おじさんだよね。でもやっぱそのそれはなんか出せないじゃん、うん、出せないよね、やっぱり若造には出せないよね、花輪とか本当に、うん、そんな感じですよ。確かにそのネイビーのスーツとかってなかなかなんか着れないっすね。ちょっとねグレーとか着やすいのよね。そうそうそう、チャコールグレーとか、ね、全然逆に今はグレーが着れるって感じですよ ね。グレーとかは、うん、なんかネイビーとかバシッと冠婚葬祭で着てたらそうですね、かっこいいよね、かっこいいでしょうね。まあ足元なんかはそれこそ、まあ、スニーカーも好きですけど、40入ってからずっと革靴の気分で、まあ、革は好きで、だってもうずっと革は毎日のように、結構革は好きですね、うん、ローバーからサイドバーから、うん、高い靴でいいものってたくさんあるから、はい、じゃなくてなんかすごいプライスのレンジで、なんかいいサイドバーとかをちょっと今見つけるたびに今出てます。なんかいいのあったらねちょっと紹介したいなと思うんですけ ど、 ど、ね、このなんかチャンネル始まって以来ずっとこうスニーカー結構紹介し続けてきて、うん、今もまあスニーカーは紹介してはいるんですけど、ジュンさんが加わってから革靴っていうのが多くなったよね。ちょっとね、そうですね、流れとしてね、うん、僕もそうだし、やっぱみんなやっぱりこう、まあ、ブーツ履いたりとか、うん、まあ、フッチはまあずっとブラウンストーンとか、まあ、自分のテーマとして履いてるような感じですけど、うん、マサルさんもそうだし、うん、で今花輪くんもやっぱ革靴ちょっとってなるですもんね。まあ、そういう多分、うん、まあ、流されるのもあるよね。まあ、もちろんもう影響をやっぱりいい意味で受けやすい、ね、まあ、そうですね、はい、足元はなんかそういうアクセントですね、うん、変わりますもんね、うん、スニーカーでこうで組むのと同じ格好でね、そう、同じ格好で革靴にするのかスニーカーにするのかで、まあ、両方いけるんだけど、そうそう、10歳ぐらい変わりそうだね、変わるイメージ見た目っていうのよ、うん、本当にそういう楽しみ方がこの秋冬はできるんじゃないかなと、うん、そうですよね、うん、それだけでね、そうですね、そうですね、うん、面白い合わせの革靴みたいなのもなんかあってもいいかなみたいな、ド、うんね、直球になんかこうね綺麗なものに革靴を持ってくるだけじゃないよ、そう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 、みたいな、ちょっと外しのね、外しのその革靴の使い方みたいなのもいろいろ皆さんに提案していけたらなという感じですよね。マサルさんは、僕はね、旗跡で後だそうです。まだ、うん、一人で出そうかな。マサルさん一人でやってます。マサル気分、マサル気分、マサル散歩じゃなくてマサル気分、誰でもいない中一人でしょ、ね、我々そっち側でね、なかなか辛いです、結構いいですね。はい、やってもらいましょう、それに関しては。フッチは俺別に特にないかな、変わらないの、もうずっと変わらないの。あー、なんかあ、あるけどね。あ、何？それが気になる。いや、あるけどっていうか、別にそんなない。どっち？いやいやいや、なんていうのかな、明確ななんかない。いや、でも変わんないかも、逆に言うと。まあ、見てると変わんないよね。変わってないとは思うっすけどね。だから、スティーブ・ジョブズみたいなのもやっぱりすごい理想だから。毎日の向こうはね。向こうは今日の向こうは。本当にそう。それでいいなと思ってて。うん。
だからそれをずっと探し続けてるよね。それのもう2個ぐらいバリエーションあるぐらいのが今の自分の中で。とはいえスティーブ・ジョブズよりもチャレンジしてるじゃない。まあ、幅はね、うん、あるし、まあちょくちょく買うしね、なんかいろいろ。いや買ってるよね。買ってる、めっちゃ勝手にどんどん買うから、うん、一番買ってると思うけどね。そうチャレンジしてる、むしろ、うん、知らない間にいろいろ買ってるでしょ。そうなんですよ。スニーカーとかめちゃくちゃ持ってる、めちゃくちゃ持ってる実はね、うん、その時行ってみたいな、パッと見てみたいな、この気分だからこれ買おうみたいなのあんまない。あ、じゃあもう本当にその時に出会いでいいと思ったらその時にスッと取り入れてっていう感じだ。そう、なんかそんな感じ。でもその好きな買うものとかは多分変わんないというか、あ、ちょっと違うぐらい。うん、ベースはそんな変わんないじゃん。そうね、感じの、うん、今聞いてる感じだとやっぱそれぞれやっぱなんかこうちょっとはあるんですね。あるよね、少しやっぱあるよね。めちゃくちゃあるね。だって個性あるからね、うん、そうですよね皆さん、はい、同じものを着てても見せ方見え方が多分違うっていうのは多分そこなんだろうね。そうだね、うん、まあ体型ももちろん違うし、着こなしとかっていうところも違うと思うんですけど、うん、視聴者の方々もいろんな方がいらっしゃると思うんで、参考にする人たちって、うん、いい風にこうなってきたなって思ってて、当てはまってくるよね。そう、チャンネル始めた当初って、まあ、僕しかこう出てなかったんで、うん、基準が僕しかなかったんですけど、うんうん、今もうみんなでやってるから、うん、いろんな人のその基準がこうできて、うん、こうね、まあ、そうね、なんかそれぞれ自分はこっちの見方かなとかね。そうそうそう、まあ参考にね、あくまでね、うん、なればいいかな、なるんじゃないかなという感じなんで、はい、ぜひマサルさんには喋っていただこうかなと思って。単独ライブやりますので、はい、一人でライブやりますので、はい、編集できない、ライブでライブでね。そうですね、24年5年秋冬シーズンもですね、僕らが作ってる帯カジャ弟子も含めて、はい、結構いいものづくりが、ね、はいはい、できてるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、はい、自分たちのブランドだけじゃなくていろんな人たちが作る心のこもったアイテムを、僕ら本当にいいなと思うものは、うん、ぜひ積極的に、はい、ご紹介していきたいなというふうに思ってますんで、はいはい、ユニクロ U が出した去年のものも今見る目と、うん、去年の目とはまたちょっと違ってくるんじゃないかなとか、うん、いろいろ多分あるとは思うんで、うん、今年のこの24年の僕らのそういう目をぜひ皆さん楽しみながら参考にしていただきたいなというふうに思いますんで、はいはい、24年秋冬シーズン僕らも楽しみますし、皆さんもぜひ洋服を楽しんでいただけたらなというふうに思います、はい、ということで今回はですね24年秋冬気分を皆さんにご紹介させていただきました、はいはい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。マサルさん単独ライブありますので、よろしくお願いします。お楽しみに。